い、こんにちは、グリードです。ガンダムエボリューション以来でしょうか、まさかまたこの服を動画で着ることになるとはな。私は帰ってきたというわけで、COD とガンダムのコラボレーションが、第1弾がついに来たのでプレイしていきたいと思います。まあ僕といえばコールオブデューティー17年プレイしていて、世界大会にも行って、まさに僕の人生とも言えるゲームなんですけども、まあそれと同じぐらいこのガンダムですね。3歳から、まあ、ガンダムが大好きで、3歳の頃に初代ガンダムをお父さんに見せられ、そこからまあガンダム沼にハマってしまい、まあ実家はもうガンプラだらけ、まあ今もうちょっとね、こっちの部屋もガンプラが増えすぎてるんだけど、FPS よりも長く愛しているのがまあガンダムなんですけども、まさかね、この2つが、僕の人生とも言えるこの2つのコンテンツがまさかね、コラボレーションするなんて、まあ思いもよらなかったですよ。さあ、というわけで第1弾のコラボを見ていきましょう。見せてもらおうか、 COD ガンダムコラボの性能とやらを。あー、ザックまさかの第1弾ザック、まさかのシャーザックからの、リリースでした。そうなんだよ、もうね、久しぶりにこれでやるかと思ったんだけど、RX78 が、まあ1個目に来るかなと思ったら、まさかのシャーザクで、その次エアリアル、その次初代ね、ファースト78ガンダムっていう順番でしたね。なので、今回これはいらない、赤で行こう。ふさわしい色で行かなくてはいけないからな。ちょっとね、シャーの服はね、ちょっと手に入らなくて。T シャツです。はい。さあ、モビルスーツザク2 MS06S。さあ、購入していきましょうか。うおすごい、いや、あのね、まあ、PV でもね、もう見たんだけど、実際に見るとこれ、クオリティすごいぞ、これ。マジか。すごいな、これ。マジでクオリティ高い。まあ、ザク、まあね、いろんなね、こう、デザインがあるんだけど、まあ、シャーザク、僕は、その、旧マスターグレードのシャーザクのデザインはちょっとあんま好きじゃないんだけど、で、かなり、かっこいいタイプのデザインのシャーザクだね、本当に。いい。動力パイプとね、の物合いのバランスが非常にいいですね、これ。うん、潰れて、なんか細長い感じもせず、めちゃくちゃかっこいいシャーザク。しかも、ちょっと、ウェザリングというか、ね、装甲がハゲて、ほら、ね、ショルダーのスパイク部分のね、ところが、ちゃんと塗装ハゲしてるよ、これ。素晴らしい、これ。なんだこれ。めちゃくちゃクオリティ高い。まあ、その、コールオブデューティーね、まあ、その、もちろん人間なので、まあ、兵士が着ることになるんだけど、どんな風にコラボするのかなって思ってたけどね、すごいいい感じに落とし込んでますね。違和感がない。かっこいいね。ちょっと、まあ、ちょっと、装備して、これ次。SMG。おお、ジオンマーク入ってますね。まあね、武器はね、残念ながら、ザクマシンガンではないんだけど、まあ。うん、まあ、ジオンマーク入ってるし、かっこいい。おー、まあ。ザクマシンガンではないけども、まあ。本命はこちらでしょう。はい。ヒートホークね。よっ、これは、いいよ、これ。これいいよ。素晴らしいデザイン、これ。いや、クオリティ高えぞ、これ。あのね、開発者、COD の開発の中にガンダムファンがいるらしくて、まあ、それで実現したところもあるのかな。まあ、サンライズさんとかね、が許可したってのももちろんすごいんだけど。いや、いいね。クオリティ高えぞ。とどめの一撃。フィニッシャーね。ちょっとこれ後で確認しましょう。そして、おい、した。何やってんです、あんたこんなところで。私もパイロットだけをやってるわけにはいかんからな、みたいな顔してますね、俺はね。コーリングカードね。はい、装備していこう。おしゃー。いや、まんま。いや、しっかり。ね。そのまま。原作そのままの。シャーズナブルです。いや、いいね。さらに、これはなんだ?ローディングスクリーン。あ、ロード中の待機画面。おお、ね、シャーといえば蹴りですから。いや、名シーンですね、これね。かっこいい。これがロード画面で見れるというのか。ウェポンステッカー。I came to rough are you? 君を笑いに来た。ああ、それ、そこから、おい、これ、おい、ガチがいるぞ。これ、開発の中にガチがいるぞ、おい。そのセリフを、
ここで使うというのか、これはゼータガンダムのクワトロバジーナの アムロに対してのセリフだったよね。君を笑いに来た。さらに、ステッカー、ウェポン、チャームか、チャーム、銃につけるやつね。あ、かわいい、ヒートフォーク。いやいいね、かわいいか。ああ、ザク頭。すごい、ボリューム満点だぞ、これ。チャーエンブレム、総帥マークね。This is no Zack boy, no Zack。ザクとは違うのでも、ザクとは。なんでランバラルさん、なぜこんなところに。あ、これもローディングスクリーン。あ、かっこいい。ちょっと一旦こっちにする。あ、どっちもないもん。これ2種類もあんのか。え、すごい大ボリュームだな、これ。すげえ。オッケー、射撃場で。どれ。おお、ジオンマークがはっきり見えるのはいいね。あれ、こう音が、あ、え、ザクマシンがこんな音だったっけ。まあでもなんかとぽっぽい感じにはしてありますね。その COD の銃声ではもちろんない。おお、まあ見た目がザクマシンガンではないのが非常に残念だが、まあ。わあ、でもザクマシンガンに見えてきた。もう僕には見えるぞ、ザクマシンガンが。エフェクトいいね、非常にいいね。で、おお、ヒートフォークだ。これはもうまんまだね。おお、いやー、これは楽しいわ。うわー、いいね。もう一つがスナイパーライフルね。すごい、腕がしっかり見える、こっちの方が。はい、ジオンマークも入って。おー、ゴールドなんだ。この銃声は何だろう。もちろんバズーカとも違うし、シャーザクは、まあ、ジオリジンがあの体感ライフル持ってたりしたか。それではないよね、音。どうだろう。まあ、武器自体も強いからね、使えそうやね。ちょっとプライベートマッチで3人称視点、DPS モードにしてみました。バックパックが見えるぜ、バックパックが。そして、あれをやりたいんだよ。ヒートフォークで、とどめの一撃。あ、ダメだ。走り方がシュールすぎるやろ、これ。できた。え、ヒートフォーク切ってる時の音、モビルスーツに当たってる時のような斬撃音じゃない、これ。人じゃなかったよね、なんか。おそうだね、で気ぃつけるっていうね、ヒートフォークのガンガンってちょっと当たるような。いやー、かっこいい。よし、ちょ、マルチプレイ行きましょうか。よし、マッチングしたぞ。よーし、よーし。光りすぎじゃないか、これ。右、視認性が、認定が、いいの、たとえ視認性が悪くとも私には敵が見える。一つ、後ろか、右にいる。じゃ、これ味方。リロード早く。よし、強いぞ。これ強いぞ、多分。視認性がでも最悪だ、これ。敵が見えんくらなんだけど、これ。あ、倒れた時に自分の体見えるけど、あの足の裏は何もついてないんや。敵に今な、ガンダムがいないからな、見せてもらおうかってね、できないんだよね。これガンダムが実装されたら、これザク対ガンダムができるってことだよね。オッケー。音がいいね。よし、いいか、私にもニュータイプの素質はあるはずだ。おらこれ、ちょっとあれも使いたい。ザク、ヒートホークも使いたい。あ、カバー頼む、ナイス。よし、いいよ。ちょっと真面目にやっちゃってるわ。ターンに ならないといけないのに。おー、うわー、うわー、ニュータイプだ、私はニュータイプだ、これは。ニュータイプの素質、私にもあるかもしれん。
見える、見えるぞ、私にも敵が見える。は？自爆？身の生まれの服を呪うがいいんだなこれ。紫色？ガルマか？ガルマか？君はいい友人であったか。まだまだここからよ。まだ終わらんよ。これ後ろか。おお！シャアはこんなこと言わない。こんなこと言いながらヒートオークを振り回さない。上か？また来るはずだ。いや普通にちょっとこの銃楽しくて真面目にやっちゃうな。おお、やばいやばいやばい。おお、これが新しいモビルスーツの性能なのか。一つ二つ飛び出て、あれは無理か。いや飛ばせた。もう一つで、これ追いかけてくるんだろう。見えている。まずい。これはこうだ。でさらにもう一つ。うわー、くそー、ちょっと調子に乗りすぎたかもしれん。全然見えなくなるんだけど敵が。これ強いんだけど、武器自体は。武器はすごい強いんだけどね、使ってると敵が見えなくなります。そこはやっぱニュータイプじゃないと使えないと。これニュータイプ専用機ということが、つまり。なるほど。納得。やはり常人では使いこなせないということだな。私には見えるので、ニュータイプの素質があるはずですね、これは。こういうことよ。いやあ、やべやべやべ。なに、なにこれ、なんだなんだ、あの光、なんの光。よし、いや強いわ。これメイン武器にしますわ、これしばらく。メイン武器でいけるよこれ。通常の3倍のスピードだこれが。そういうことか。なんでこんなヒートホーク決まるのかなと思ったら、そうだよ、赤いからだよ。なんでこんなことを気づけてなかったのか、僕未熟だな。通常の3倍のスピードだこれ。これまだ試合が終わらない。まだだ、まだ終わらんよ。よし、ここで決める。お、導いてくれ誰か。なぜエリアがやられる。なぜだ、どういうことだ。なんか負けそうになっている。最後はヒートホークだ。88キル。楽しい。ガンエボ、ガンエボだこれ。ガンダムエボリューションサービス終了した。ガンダムエボリューションの魂がここに受け継いでると言ってもいいでしょう、これは。いやー、まあ本当にね、どっちも僕が好きなものなんで、まあクソ楽しいですね。もう現代戦云々も関係ないです、これは。もう次回がガンダムエアリアルか。まさかね、こんなコラボをしてくれるなんて、アクティビジョンさん、サンライズさん、本当にありがとうございます。こんなに嬉しいことはない。お疲れ様でした。また次回の動画でお会いしましょう。ぜひチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。勝利の栄光を君に。